はい、皆さんこんばんは、和道です。2018年3月の21日、20時56分、もうすぐ夜の9時ですね。よろしくお願いします。この枠は、狐枠になりますので、すべてのコメントは、匿名枠になります。自由にコメント書いていってください。よろしくお願いします。はい、どうもどうも。お、1番ゲットおめでとうございます。はい、こんばんは。楽しんでってください。昨日楽しかったね。昨日の放送はね、朝までね、エヴァンゲリオンを語ったんだけど、ありがとうございます、3号さん。楽しかったですね。なんか好きなものを語るって大事だよね。すげえ楽しかったわ。なんか久々にエヴァンゲリオンを語ったんだけど、ね、エヴァンゲリオン、僕大好きで、エヴァンゲリオン配信者を名乗ってるんだけど、久々にアニメの話をして、で、エヴァンゲリオン、あ、見たいって言ってくれる人が何人かいて、まだ見てないっていう人がいて、すごくおすすめですよ。あゆいワードツー、こんばんは。皆さんもね、なんか好きなものとか面白い作品とかあったら、ぜひぜひ僕にシェアしてください。楽しかったね、エヴァンゲリオンね。意外とね、まだネットとかで公表されてないね、自分で考えた、エヴァンゲリオン論とかも語らせてもらって。喉枯らして怒ってた。いや、怒ってるわけじゃないんだけど、熱くはなってたね。8号さんのコメント。和道さんは光くんと軍曹どちらが好きですか？俺ね、そういうものの考え方があんまり好きじゃないんですよ。例えばさ、よく言われるのが、漫画でとか配信者で誰が一番面白いと思う？とか、そういう聞かれ方はするの。で、あと、どっちが楽しいとか、どっちが面白いと思うって。人間の基本だよね。やられて嫌なことは嫌だっていう。で、誰かと比べないと面白さって分かるもんではないと思ってるんですよ。 すいません。誰かと誰かを比べないと面白さっていうのが、こう、分かるもんではないっていうのが僕は考えなんですね。で、例えば、光くんとカズ軍曹どちらが好きっていうのは、カズ軍曹とさ、光くん、まあ両方とも知り合いなわけだ。で、どっちが好きっていうことを言ったら、どちらかが嫌いって言ってることと一緒になるんですよ。僕はなんかそういうものの考え方はしないですね。二人とも知り合いなんで。ふわっち監禁なくなったらしい。え、それどこ情報？はい、ワトツ、ドレさんの病気どうなったの？ですね、ドレさんは一昨日に電話したのかな。で、ちょっとしか喋れなかったんだけど、喉はね、思ってたよりも良くなってて、ただ、声は枯れてたね。だから喉はまだ治ってないですけど、だいぶ良くなったなっていうのが僕の印象ですね。で、まあ、大事をとって、熱が出るらしいんだよ、ちょっと。寝るときとかに謎の高熱が出て、で、検査入院じゃないな。検査は何回か病院に行ってるんだけど、原因がわからないらしいんだよね。ただ、まあ、精神的な、まあ、ほら、お父様が亡くなられたりとかさ、いろいろあると思うんだけど、まあ、精神的なものだろうっていうことで、ちょっと安静にはしてるみたいですね。それがドレさんの近況です。そう、いいところも悪いところも人間必ずあるから、で、俺はなるべく人間のいいところを見た方がいいんじゃないかなっていう。俺にもいいところあるし、悪いところあるけど、悪いところなんか揚げ足取ろうと思ったらキリがないわけですよ。だから、まあ、いいところを見つけてお付き合いするようにすればいいんじゃないかな。緑茶のね、パックを買ってきたよ。水出しの緑茶。あ、金杯さんかけ直してないっすね。何の用だったんだろう。のんちゃんいつ戻ってきそうなんだ。実はね、ちょっと心配になってね、のんちゃんに昨日メール僕から送っちゃったんですけど、振られたばっかりで傷ついてるから干渉してくるなって LINE が返ってきましたね。はい。干渉しないでって 逆に怒られちゃいました。戻ってくるとかじゃないんだけどね、すごくやっぱり心配だから。パルパル今放送してリスナーブロックしまくってる。なんか病んでるのかな。ワドーリングの制作依頼の件について。いや、もう、じゃあ折り返さない。
人間なんだからいいところも悪いところもあるでしょ。ワドリング詰められてるな。朝比奈ちゃんと別れたからキャンセルかな。はい、こんばんは。解放いらっしゃい。挨拶で誰か分かるっていいね。金銭トラブル誰と？金銭トラブルないよ誰とも。ティータイム緑茶は健康にいい。なんかね、健康にいい。カフェインがでも多いんだよね緑茶って。抹茶とかもカフェインってコーヒー以上にあって、日本人ってそのカフェイン異常に取るんですよね。うん。あ、19号さんね、一応NG ワードなんで、もう石田 NG ワード外してもいいかな。石田についてちょっと語ろうかな。うん、一応ね、裁判をやってるんですよ僕、過去に石田と揉めていて。で、お互いね、干渉しないっていうことで、裁判のことになってますんで、まあ、あんまり僕も彼の名前呼びたくないっていうのはあるんで。シルバー順調っていうかね、捨て頃を優先させてもらってるかな。ちょっと俺と X さんがバタバタしてるから、まあまあ動いてはいるんだけど、ゆっくりゆっくりやっていこうということで。ワドリンピックはちょっと保留だね。深夜中に送るんだ。 OKOK、うん、殴りたいって、殴りたいとかじゃなくて、向こうが民事裁判を起こして、で向こうがその示談をするときに、もう今後一切関わらないって言ってサインをしてるわけだから、裁判で決まったこととかさ、向こうでお互い話し合ったことなんだから、それは別になんか、なんだろうな、約束は守るべきなんじゃないかなっていうふうに俺は普通に考えちゃうけどね。うん、まあいいや。よりは戻してないよ。ババアっていう言い方やめようよ。クモンリュウボロ負け。あ、見たね。クモンリュウが今日地下格闘技出たんだけど、ボロ負けっていうよりも、うん、負けたね。うん。でも、まあ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 、負けちゃって本人は泣いてたけど、スポーツマン的で良かったんじゃないのかな。うん、はい、こんばんは。捨て頃ならいいじゃなくて、裁判で決まったことだし、向こうもそれにサインをしてること、向こうも言ってることなんですよ。もう今後関わらない方がいいねっていうことで、裁判での約束、向こうと僕で決めたことなんで、勝手に保護にされたら困るんですよ、はい、捨て頃ならいいって向こうが言ってるのは、向こう約束は守りましょうよって僕は言ってんの。肉まん、まあまあ投げたらアイテムポイントになるんで、マンスリーランキングに影響あるんで、無料アイテム投げてもらえると嬉しいですね。そうなんだよね、相手がでかかったからっていうのとね、あとこれはディスではなくて、彼の試合、クモンリュウの試合見て思ったんだけど、前から思ってたんだけど、ガードが低いっていう傾向にあるの。反射神経が異常にいいタイプだから、目に自信があるからこう避けるんだよ。でも距離を詰められると、やっぱ当たっちゃうって、もらっちゃうっていう部分があるから、多分その避けるっていうさ、こういう動きが得意なのね。そこにちょっとだから、ナジームハメドみたいなことをやろうとしてるんだけど、あれはちょっと危ないんじゃないかなっていうのは思ってた。試合でマッチングならいいって、便所、便所さん関係ないです。これは裁判で決まってることなんで、いいとか悪いとかっていう問題ではないです。はい、便所さんがいいとか悪いとか判断することではなくて、裁判で決まったことなんで、はい。何の URL？ あ、クモンリュウの試合の URL？ ことかとは会ったことないからね。まあまあ、彼女がコラボ OK って言うんだったら一回コラボしてみたいですね。うん、名前言えないけど、リスナーから警察に通報入れて20人に囲まれてた。ごめんなさい、名前言わなかった。誰の話か分かんないですね。リスナーから警察に通報入れて20人に囲まれた、誰の話。このね、ノンフィクションチャンネルっていうところに全部上がってるんで、これね、 YouTube いいですよ。ノンフィクションチャンネルって YouTube で、ふわっちの配信者のおすすめ全部ここに載ってるんですよ。ノンフィクションチャンネルで、ここの動画をクリックすると最新のやつがあって、クモンリュウも結構話題になってるね。クモンリュウ号泣とか、クモンリュウノックダウン負けとか、
構ね、ノンフィクションチャンネルとか、まあ、おすすめですよ。ノンフィクションチャンネルね。これ、ふわっちの配信者、ふわっちって。ふわっちの配信者専用の YouTube のまとめ動画サイトですね。まとめ動画チャンネルか。まあ、俺が試合出るって大丈夫だよ。それはわかるよ。はい、やっとこれた。いらっしゃい。バドが弟子。僕はアラワシの弟子ではないですね。アラワシを師匠だと思ったことは一回もないですね。バドから見てココア様って可愛い。あ、俺ね、フットサルで実際に会ったことがあるんですよ。フットサルで一回会ったけど、礼儀正しい子だったっていう感じかな。もう一人の子、ヨモスエの方が俺は可愛いと思ったけど。ヨモスエちゃんはちょっとなんかタイプというか、まあ可愛らしいというか、ちょっと痩せすぎてるけど、体絞ってないですね、僕は。だからまあ、いい子だったね、すごく。あ、僕は石田とやるつもりないですね、正直言うと。っていうよりも、僕、ステゴロ2で引退するって決めてるんで、3に出るつもりないです。だから、石田さんは石田さんで、他の方とやっていただいていいんじゃないですか。指名していただくのは結構ですけど。ヨモスエちゃん、可愛かったね。警察に囲まれてたのが誰の話だかわからないから、台本かどうかわからないです。15号さん。さっきも答えましたけど、誰かわからないことに対してコメントすることは僕できないんで、誰の話ですか？誰がリスナー、警察に囲まれてたの？ 20 人で。誰の話？ちょっとわかんないことに関してはコメントできないよ。決まった約束ってなんだろう。俺、表しと決まった約束っていうか何にもしてないけど。起きる時間帯に来ればって言っただけで。彼が来なかったんでしょ。爆音よしおっていう人？わかんない。爆音よしおさん俺知らないから。なんかあったの？警察だった。人のことはわかんないよ、俺。まあ、なんかトラブルがあったんだろうね。のんちゃんいないよ。もう別れたもん。まあ、ココア様は、なんかこう、礼儀正しいこと、好感持ってたかな。なんか、ちょっと、あと、エロかったね。AV 女優っていう前提があったから。なんか、AV 女優っていう響きはダメでしょ。っていうか、なんか AV 女優とかグラビアの子とコラボすることがさ、増えてきたけどさ、なんか配信者とグラビアアイドルとか配信者と AV 女優ってさ、本来接点なかったじゃん。なんか時代が変わったよね。でも別れたふりじゃなくて別れたよ。リアトするとかで通報？あ、まあ、通報されるでしょう。だって会いたくない人に勝手にリアトするって言われたらレアじゃん。誰がどう考えても。あんま引きずらないっすね、僕は。のりこ見たいって、だからの、なん、あの、日本語わかる？ のんちゃんとは別れたんだって。いないよ。見たいって言われてもいないんだって。はい、どうもどうも、お茶ありがとう。KP。 なんかあれだよね、リスナーさんって勝手に物事決めつける人いるよね。こうに違いないとか、裏があるに違いないとか、なんかそこがよくわかんない。わかんないな。お疲れ様です。昨日ヘラ枠あったけど、失敗とかお金が全てじゃないとか、何か事件あったの？いや、昨日ヘラ枠じゃなくて、ちゃんと話したいことがあって、昨日話したのは、
お金がさ、収入が2倍3倍とか急激に増えたわけじゃん。で、多分なんだけど、普通の人よりも、まあ32歳ではある程度稼げてる部類にちょっと今月なったんですよ。で、稼げてる時だからこそ稼いだ時の話をしようと思ってて、いや、世の中やっぱお金じゃなくて幸福度は上がらないよっていう話をシェアしたんですよ。だから、お金を追っかけるんじゃなくてやりがいのあることを追っかけた方が幸せになれると思うよっていうことを言ったの。だってお金稼げてない時も同じこと言ってたけど、説得力が生まれないじゃん、説得力が。だから、お金稼げてる時に本当のことをシェアしたらさ、なんかそのこれからそのどうやって生きていこうって考えてる人には、なんて言うんだろうな、有効な手段だと思ったんだよね。いやいや、今言った話だよ。もうシンプルで、あのお金、ツイッターにも書いたんだけど、お金っていうのは不幸を減らすし、あればあるほど便利だっていうのは間違いないと思う。ただ貧乏な人って、お金が増えれば増えるほど幸せになると思ってるの。自分が不幸な状態だから、この不幸は減らせるの。だけど年収がそのどれだけ上がったところで幸福度ってそんなに変わらないよっていう。ただ変わるとするなら、まあ家賃の滞納がなくなるとか、値札を見ないで買い物、本当に欲しいものが手に入るとか、服が良くなるとか、そういうことだよっていうことは言った。まあそういうシェアがしたかったんだよね。稼げてるうちに話しておこうっていう。まあだからあればあるほどいいけど、その金を目的に何かを追っかけるのは間違ってるんじゃないかなっていうか、もったいないよっていう。ただそれだけ。最近そうですね、アイテムめちゃめちゃいただけてて、すごくコメントも面白いし、放送も面白いし、低所得者だからパチンスローやるわけじゃん。本当の金持ちパチンコとかやらないもん。だからそういうことよ。金があったら幸せ、金があったら不幸って、これね、面白いんだけど、年収の幸福度と年収の統計データっていうのがもう出てて、年収500万円までは、年収500万円までね、幸せ度が上がって、収入が上がっていくと幸せ度が上がるの。だから500万以下の人はこう考えちゃうんだけど、年収500万以上から幸福度上がらなかったの。収入だけが増えていくの、こうやって。これどういうことかっていうと、500万円稼いでる人の幸福度が、500万円が1000万になったら倍になるはずなの、幸福度も。だけど倍にならなかったの。500万の推移がちょっと上がったぐらいだった。だから、マズローの、5段階欲説っていう心理学の話だと、生存の欲求っていうのが、俺は日本の貨幣価値でいうと年収500万が生存の欲求を満たせるっていうふうに俺は考えてるっていう話。ちょっと小難しくなったけど。なんでさ、そうやってさ、32号さん、人のことを疑うことしか考えられないのかな。それがね、ちょっと寂しい生き方だと思うんだよね。なんかすごい、俺は嘘ついてないよ。例えばのんちゃんとの、じゃあ LINE 晒すとするなら、これのんちゃんでしょ、のんたんって、これのんちゃんなんだけど、ここに俺がのんってこう LINE 送ったんだよ、のんって。そしたら、別れたばかりで傷ついてるので干渉しないでって、のんちゃんから来てるじゃん。なんでさ、そうやって人のこと疑うんだろうね。そこが俺にはよくわかんないよね。税金が500からすごい上がる。ああ、面白いね。税金が上がるから。ああ、まあまあ、面白いな。年収500万の俺はちょうど幸せっていう風な解釈が間違ってる。データの読み取り方が間違えてる。生存の欲求を満たしているから、こっから先幸福度を上げる場合、例えば39号さんが、幸福度を上げる場合は、やりがいとか家族とかを大切にするとか、そういうところ を見ていかないと、幸福度は、本来の幸福度は上がらないってことね。簡単に言うと、動物的な食べるとか衣食住に関しては困らなくなったっていうところが、正しいデータの見方だと思う。まあまあ、ちょうど幸せなんだなっていうよりも、その動物的な本能を満たす幸せっていうのは埋め終わったっていう感じかな。そんな感じ。年商じゃないね、所得の話ですね。500万、年商じゃない、年収です。
所得です。未練たらたらっていうか、やっぱね、1年半付き合ってたからね、普通に心配だしね、むしろワドが LINE してんのかよ。いや、そこはすいません、そこは突っ込んでいいです。でもそれは自分から言ったでしょ、オープニングトークで、のんちゃんにメールしちゃったんだよねって。だから別に隠してるわけじゃないよ。俺はのんちゃん心配で、ちょっと生きてんのかなとか死んじゃったのかなとかいろいろ考えちゃうから、別れたよ。どうして、本当に別れたならいい加減教えて。どうしてのりこはあんな顔になったの、普通じゃないでしょ。だからずっと俺説明してるけど、のんちゃんは整形とかをしてるんじゃなくて、帯状疱疹っていう病気を持ってて、ストレスが本当に病んでいくと顔が水ぶくれがブクブク出ていくので、統合失調症が出て、かいわれかいわれって本人は呼んでたんだけど、植物が出てくるっつってこうやって引っかいちゃうのよ、精神的に発狂して。だからみんなのコメントとかで整形っていうのがストレスでブツ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 出てきちゃってて、ケロイドになってたの。だからそういうこと言わないでって俺何回もお願いしてたので、本人はケロイドになってるけど、肌だいぶ良くなったんだよ。あれもう最初付き合ったところなんかボロボロで、もうずっとなんつうの、ケロイ、かさぶたとかさ、傷ができるとケロイドになるでしょ。ああいう状態だったんだよ、この辺が。だからみんながストレス、そうやって整形整形って言うから、本人傷ついて余計悪化してたのを、だから本人顔出したくないって言って減らっちゃったんだよ。そう、顔面麻痺はなってないよ、のんちゃん。だからだいぶ良くなったんだよ、あれ。すっぴんで見られるようになったから、かわいそうだと思うけど、人のさ、身体的なさ、そういうところをつつくっていうのは本当浅ましい行為だと思うけどね。いや配信者の彼女だから、リスナーだから何やってもいいっていうのはちょっとあれじゃないの、ひどいんじゃないの。アスペは優しくないとかないよ別に、アスペは優しくないとか聞いたことないけど、ていうか関係ないよ。発達障害イコール優しい、発達障害イコール優しくないってどういうデータ。俺は聞いたことないけど、アスペイコール優しくないっていうのはあなたの思い込みでしょ。この部屋は別に誰もいないけど、目の形おかしかったっていうのがよくわかんないけど、まあだからまあまあいいんじゃない。うん、幸せになるでしょ、配信から離れたら。まあ、配信なんてさ、こんなさ、なんかひどいコメント書くさ、バカとかもいるんだからさ、やっぱりその配信者の彼女になるっていうのはあれだよ、大変なんだよ。かすかだ、ああここの床にね、あれがあるの、これでしょ、この音でしょ。これはなんだ、空気清浄機リスナーさんから送っていただいて、それの袋がまだカバーかけられてんの。なんかこれでしょ、これでしょ、これでしょ。俺が足でいじくってな。ねえ、ひどいよね49号さんね。顔面、俺はセンターだけど、この音この音、そうそう、ここにあるんだよ、足元に。そうだね、空気清浄機使いたいけど、どこに置くのがいいかなと思って、どこに置くのがいいかなと思って迷ってるんだよね。まだ部屋の間取りが綺麗になってないから、また汚くなってるし。ああ潜って聞いてくれてんの、ありがとう。アイテムもお忘れなくね。たまにアイテムくださいよ、ロムセンさん。お気持ちでいいんで、毎回投げろとは言わないんで、なんか面白かった回とか月1回ぐらい給料が入ったらちょっと還元してください。食っていかないといけないんで。これキツネですよ。え、キツネマークついてない。あ、そう、キツネだよ。バグじゃないかな、キツネマークつかなかったのは。キツネで設定、あ、いや、ついてるついてる、キツネマークついてるよ。
イボガエル、ひどいな。まあ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 、精神的に低いんでしょ、レベルが。精神的にレベルが低いよ。あ、わかるわかる。ミュートって設定しても音が出るときあるよね。わかるわかる。たまにバグるよね。なんかふわっち最近システム開発しなくなったよね。あの改良っていうか根本的なさ、基礎の部分やらなくなったから、もうちょっと改良した方がいいところいっぱいあると思うんだけど。はい、こんにちは、ワドツ。いやー、いや、嫌だね、正直。より戻せとかじゃなくて、なんか彼女、その俺がさ叩かれる分には俺は平気じゃん、俺が強くなればいいから。でも彼女は配信者じゃないから、配信者だったら別にいいと思うの、どれだけ叩かれても。でもなんかリスナーさん勘違いしてて、あのなんかお前も別に配信映ってるんだから、お前も叩いていいだろうっていう態度がある限り、あ、無理だなと思って。それはその一般の女性とかリスナーさんとお付き合いしたとしても絶対傷つけることになるから、だから俺はそこ責任取れないから、リスナーさんがやることに関しては。だからまあ一人で生きていくよ。手料理美味しかったよ。去年退職したの、去年退職したの3月。ああ、だから今頃じゃないの。多分、もう仕事。要は、配信一本になってから1年経ったんだね。はい、和骨。クレカ登録エラー出て買いません。たまになるのを直してほしい。あ、マジか。のんちゃんから干渉してこないでって LINE は来たね。いや、だから言う、だから、いや別に出さなきゃいいじゃん、もう別れたんだから。だからその出せ叩くの構図の意味が分かんないから、まあ、関わらない方がいいと思うよ。鮫島さんと旅行は行きたいなとは思ってるけどね。じゃあ狐、うん、やめる？ OKOK、 じゃあ狐やめよう。通常枠やります。3分後。飯食ってるよ。ああ、俺はね、食事、食べ物を食べてる時に何かその人と接するっていうのがなんか浅ましい行為っていうか、分かる人いるかな。だから人が物を食べてる時って結構汚く見えるの、俺は。で、食べ方汚い人とかだとなえるんだよ。だから俺も食べてる時は本当に仲のいい人とか家族とかしかその食べるのを共有したくないの。人間が物を食べてる時ってなんか動物的というか浅ましく見えちゃうんだよね。だから俺はあんまり食べてるっていうのをコンテンツにしたくないんだよね。いや、俺インテリじゃないよ全然。風船ありがとう。仲のいい人と食べる分には全然構わないよ。仲の良くない人に食べてるところを見たくもないし、だから食事配信とかもあんま好きじゃないね。シルバーだから制作状況って今作ってないよ。じゃあ皆さん、まあ通常枠の方がいいみたいなんで。通常枠に戻ります。ありがとうございました。もしよかったらフォローしてください。ありがとうございます。
お疲れ様でーす。次役行きます。